言われました。低カリスマなんですか。そうやってない皆々にそうやって愛されて低カリスマになったんだろ。ああ、さすがの皆様。もしわしに言ったらすぐ殺しちゃうからね。気をつけてね。気をつけてまいろう。しかし、大風呂だからね、この、それで来てくれたんだけども、観光でこの地にやってきたよっていうのを手上げて、観光で。ああ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。今日さん、おりますか。はい、わし、小田信長、そして名古屋を持って休む仕事は初めて見たっていうものを手上げて。あ、けよ、おれよ、これが頭痛い。耳がいつもよりグイグイくる。世の中いつもより結構グイグイきますから。痛い。いや、現世では楽しくてな。はあ。ほら、天気もいいし、暖かいし、ショークの参加来てくれるところ。もう楽しくてならんってことで。そうやろ、ね、やめて、グイグイきすぎる。楽しくて人を殺してはいきません。天国ならさな。天国じゃん、楽しくて人殺しちゃったわけじゃないから。誠ですから、楽しくなって人殺して。語弊がありすぎるんだ。語弊がありますか。故にそういう語弊があるから、私の歴史っていうのは桶狭間と比叡山や吉と本能という一文字三行しか終わ三行で終わってしまう人生なんて本当にこんな寂しいことないぞ。そうですか。大体人の生き死にがこう関わってる歴史しか今、はい、あいつは今凶暴だからって言って、はい、あの教育上良くないって排除される歴史がたくさんあるんだけど、実はそうじゃないよということをもっとさらに伝えたいんじゃな。そうですな。例えばあの カレーライスを食べてしまう、そういった意味ではありませんか。どういう意味それ。どういう意味だ。全然何も食べない。全然意味がわからないけども。こう言って、うん、今、はい、空気感を変えようとわしはしておったんですわ。うん、信長殿、秀吉殿の空気感。なりますが、ゆえに一旦落ち着いていただいて。あのね、落ち着きを返すと、ほら、帰っていく旅が多いから。